木星、顔がしましま。<laughs> やめよう。<laughs> はい。はい。えー、おっの斎藤茂です。見上げて、魚卵。面白かったですね。<laughs> 先週の替え歌。はい。えー、なぜか歌ってますが。 えー、島田さんでもないのにすいません。疑い、下手くそで。さあ、えー、明日のサローネ10月28日号でございます、えー。だんだん朝晩冷え込んでまいりましたが、あのー、暖かくして明日もサローネにお集まりください。えー、午後6時からの生放送、動画付き、えー 試験的に今、10分前ぐらいから勝手に放送を始めておりまして、最後のスタンバイの様子もですね、えー、見てもらっておりますが、えー、あの発声練習のとこなんかも、あのー、一緒に発声練習してもらったりしてますが、まあ、あもそんな感じで一応予定してますので、えー、お時間のある方は10分ぐらい前から見ていただけるといいかなと思います。はい、えー、大いに盛り上がっております。 いやーよかった、これ12年ぶりの企画でどうなること、あこれ違う、虫、あそうそうそう、虫のね競争曲のコンピレーションアルバムも、あのー、皆様、本当にたくさんお買い上げいただき、ありがとうございます。もうさすがに東京もほとんど虫たちの声は聞こえなくなりましたが、えー、もしですね、ゆく秋を惜しむということでありましたら、今、特別価格、ボリューム1、ボリューム2ともう220円でお聴きいただけます。 オッターバプラスでですね、えー、と秋の虫の音北鎌倉の明月院の虫の音と皆さんから頂い,いたクラシックをミックスしております。両方とも大体60分ぐらいありますからね。えー、おかげさまでご好評いただいておりますので、ぜひこちらもあのお買い求めいただければというふうに思います。さあ、そしてですね、明日のサローネですが、もう。 すごい盛り上がっちゃってますね。12年ぶりの特集、ジュピタープロジェクト、ジュピターを探せ。木星 <laughs> 違う、そんな歌じゃない。はい。えー、クラシックの入門曲としてですね、まあ、あのー、これほどですね、幅広い人たちに好かれているクラシックないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、なんといっても華麗である。それから、親しみやすい。 えー、あとなんだっけあとオーラかそうこ,のこのキーワード大事です伸び伸びとしてそしてですねちょっと教習感がある懐かしいまあホルストはこの木製のねトリオのところのメロディーは非常にイングランド民謡を意識したそうですけどもあのちょっとこう民謡調で懐かしいというまあこんなクラシックがいっぱい集まればですねもっとクラシックを聴こうという人も増えるんじゃないかということで 本当のクラシック入門曲をみんなで探そう。ジュピターを探せプロジェクト。スタートしております。これがですね、まあ、たくさんいただいて、ちなみに、えー、先週ご紹介した曲は7曲だったかな ?8 曲だったかな紹介しておきますね。一応これはもう紹介しちゃいましたから。えー、ワーグナーのローエン・グリーンの第3幕への前奏曲。それから、えー、チャイコフスキーの弦楽セレナードの第一楽章。 あの王人事王人事でちょっとこうなんかこう転職っていうイメージにはつきすぎちゃってるんですけど本来は確かに伸び伸びとしていて明るくて教習感もあってこのジュピタープロジェクトにぴったりだと僕も思いましたそれからドボルザークの弦楽四重奏曲「アメリカ」この第一楽章も確かにいいですねそれからえっ、ー、と芥川ス氏の「トリニタ・シンフォニカ」 公共3章、第3楽章第楽それからショスタコーヴィッチの「祝天序曲」作品96それから、えー、っとベートーベンの「ピアノ三重奏曲」第7番「太鼓太鼓トリオ」の第1楽章これもいいですね伸び伸びとした一てね、えー、さらに、えー、ジョン・ラッターの,あの合唱曲の中から「第一の美のため」に、別に華麗なオーケストレーションがなくてもいいんです、えー、これはすごくいいと思います そそれかからんんなもででしたかねはい、えー、でまだまだ実は来てるんですけどもこれもえっと12345もう今7曲ぐらいも来てますが、えー、明日はもうとにかくもうかけ倒したいと思いますね。のびのびとこうあーいいなークラシックいいなーみんなが思ってくれるような、えー、ジュピターのような曲をたくさん。 ご紹介していきますので、ぜひあなたもご参加いただきたいというふうに思います。はい、ss アットマークおターバドット jp ジュピタープロジェクトにエントリーしますということでお送りいただきたいというふうに思います。いいですか。そしてまあ第2特集というかこれはね、正直あの音楽の特集というよりはあのメールの特集なので、まあ、まあなんか思いついたら送ってほしいんですけど。 あのハロウィンを前にですね土曜日のハロウィンを前に、えー、ハロウィンククラシックも募集しておりますこれどういうものかというとですねハロウィンっていうのがもともとそのででですすねね大晦日なんです、ね、つまり11月1日が、まあ、ケルトの人たちケルト民族にとってのお正月新年で,で大晦日の日はですねあの要はご先祖様の魂がみんなこう訪ねてくるっいう らしいんですよそれにまあ引っ掛けましてですね、まあ、今は亡き大作曲家、まあ、誰でもいいですよバッハでもヘンデルでもベートーベンでもマーラーでも誰でもいいんですが例えば大作曲家あるいは大演奏家とかねそれから実在しない、あのー、お話の中に出てくる人たち、まあ、例えばカルメン <laughs> とかね椿姫とか、まあ、何でもいいんですパパ芸能でもいいでしょう、えー、そういった人たちがですねみんなこうメールをこの番組に送ってくる。 どんな文体で、どんなリクエスト曲が来るのかなっていう、まあ、ある意味、えー、なりきりリクエストというものだと思います。ハロウィンクラシック。まあ、たくさんいただければそっちをこうどんどんやっていきますけども、まあ、あんまり無理しないでください。<laughs> はい。<laughs> 面白いですけどね。まあ、あの、自信のある方はぜひ送っていただきたいと思います。ということで、えー、明日のオッターバーサローネは、ジュピタープロジェクト。 ですかそして、ハロウィンクラシック2本立てでお送りしたいと思います。えー、で、別にですね、ネタを考える必要も、あの、ジュピターを探さなくてもいいんです。私はとにかく水曜日の夜に聞きたいわ、この曲。僕は聞きたいぞという曲。まあ、これ、普通のリクエスト。それから、こんな気分なんで、ぜひこの気分に合った曲を。この気分変えたいんです。フレーバーリクエスト。それから、ぜひですね、あの、 僕がブログにどんどん載っけたくなるようなあの素敵なお写真なども送っていただけるといいなと思います。えー、最近新しいホームページすごく写真が綺麗に画像が写るようになったのでどんどん皆さんから送っていただいて、あのー、みんなで共有したいなって思うので、えー、別にそんなあの芸術性が高いものじゃなくても構わないんですがあ面白いなと思って撮った写真どんどん送っていただければなというふうに思います。 はいということで、明日、えー、10月28日水曜日午後6時からお、えー、送りするオッターバサローネ水曜日ですね、はいえー、ジュピタープロジェクト、そしてハロウィンクラシック、普通のリクエストもお待ちしております。以上、オッターバの斎藤茂でした。それでは明日楽しみに、えー、ご一緒できることを楽しみにしてます。木星 顔がしましま。